韓国男子カーリング代表チームが世界選手権で最強カナダと延長戦の末、敗北を期した。キムチャンミンが率いる韓国代表は4日、米国ネバダ州ラスベガスで行われたカナダとの2018世界男子カーリング選手権大会予選第6戦で4 5で敗れた。3連勝の後、3連敗をなった韓国は現在、 中国と合同6位だ。13カ国が出場している今大会の予選は各国総当たり戦で行われる。上位6チームが本戦いに進むことができる。